やー着いた着いた、広島にやってまいりました。太陽ギラギラでお天気までウェルカムって感じですね。あちこち日本の渡辺和弘、なべちゃんです。広島は10年以上ぶりなんですけども、一体今回はどんな出会いがあるんでしょうか。早速行ってみたいと思います。待ってろ広島。ケーブルテレビ局の映像を通して日本のあちこちを旅するあちこち日本、いつもはスタジオから全国各地のケーブルテレビの映像をお届けしているなべちゃんですが、今回はスタジオを飛び出して広島市にやってきました。広島市は中心部を流れる太田川の三角筋状に市街地が広がり、路面電車やバスが多く走る町。原爆ドームをはじめ歴史的文化的スポットが多く、海外からも観光客が多く訪れます。今日は広島のケーブルテレビのふれあいチャンネルの方にこれから案内していただけるということで、この橋のあたりでね、待ち合わせってことなんですけども、どこにいるんだろうな。なべさん。お、あれ、あの人ですか。おーい、あーそうだそうだ、あの人。あら、行ってみましょうか。こんにちは。あのふれあいチャンネルの方ですよね。はい、はい、ふれあいチャンネルのキャスターの佐伯奈々江です。今日はですね、なべちゃんとご一緒して広島の魅力をたっぷりと堪能していただこうと思うので、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。こちらの佐伯さんはふれあいチャンネルのキャスターレポーターとして広島の情報を日々発信しています。なべちゃん、綺麗な方ですね。ここってカフェなんですか。そうなんですよ、うん、ここからだと風を感じながら広島の街も楽しめて、ゆっくりと時間を過ごすことができるんですよね。2人が待ち合わせたのは京橋リバーウィン。京橋川の西岸にある水辺のオープンカフェで、河川に民間の店舗を常設するのは全国初の試みなんだそうです。のんびりと景色を眺めながらのティータイム、素敵ですね。これから素敵な時間一緒に過ごしましょうよ。話が弾んでいるようですが、佐伯さん、まずはどこに連れてってくれるんですか。ちょっとここからは移動したいと思うんですよね。あ、そうですね、うん、はい、なのでちょっとタクシー呼んでますんで乗りましょうか。あ、本当ですか、はい、分かりました。じゃあタクシー行きますか、はい、あっちかな。あ、なにちゃん、そっちじゃないんですよ、うん、あっちあっち、あれ見てください、あれがタクシー。船。そうそう、ほら書いてあるでしょ、雁木タクシーって。そうなんです、タクシーといっても今回乗るのは水上を行く雁木タクシー。雁木とは階段状の船着き場のことで、この雁木を使って乗り降りするのが雁木タクシーなんです。瀬戸内海に面し6本の川が流れる広島は水の都として栄え、江戸時代から石を積み上げた雁木が作られました。物資の積み下ろしが行われ、水辺は大変なにぎわいを見せていたそうです。今も広島市内には400カ所もの雁木が残っているんだとか。今回はこの雁木タクシーを使って広島の街を巡ってみようというわけですね。どんな旅になるのでしょうか。それではあちこち日本増刊号、雁木タクシーで巡る広島、出発。オープンカフェを出発した2人、まずはどちらに向かうんでしょうか。とその前に、はい、今日の船頭さんは次元さんです。よろしくお願いします。次元さん、次元です。ルパンの次元です。本名ですか。本名です。じゃあ俺がルパンと藤子ちゃんって感じ。え、私藤子ちゃんでいいんですか。藤子ちゃん。藤子ちゃん、今日は案内よろしく頼むぜ。ほら見て、もうこんなに橋が近いんですよ。すげえ届きそう。ねえ、迫力ありますよね。それじゃ、なべちゃん、はい、まずは縮景園に行ってみようと思うんですよ。縮景園、はい、はい、広島の名勝縮景園、はい、もうすぐ着くと思うんですけど。裏庭です。裏庭。はい、裏庭から入らせてもらうんですよ。トムさんしか出会いできんかった雁木があるんですよ。そこから入れるようになったんですか。はい、なんですよ。大したもんです。大したもんですよね。本当だ。かつてはお殿様しか使うことができなかった通称殿様雁木、ここから入るなんて、なべちゃん、お姫様を連れたお殿様みたいですね。お殿様もこういう風に景色眺めながらここから入ってったわけですね。池もある。そうなんです。へえ、あ、広いね。庭園内はぐるっとこう開放できるように作られてるんですよ。へえ。
出家園は中央の池の周りに茶室や川、島などが巧妙に配置された池泉回遊式庭園。元和6年から広島藩主浅野長明が別邸の庭として茶人の上田倉庫に作らせました。500メートルほど先には広島城があり、この辺りは広島の歴史を感じることができるエリアなんです。出家園を堪能したところでさらに北上します。風が気持ちいい、この前の橋は吊り橋で、大平橋、はい、本橋です。吊り橋だ、はい、これはもう明治の22年ですからね。あ、そんなに古いんだ。古いんですよ。木で板が張ってある。ね、木です。こんな景色を見られるのも雁木タクシーだからこそ。広島市だけで2800以上も橋があるんだそうですよ。そのずっと手前に島がある。島？これがあの詐欺島いうんです。あ、これ島なんですか。はい、ここでね、巣作りをするんです。はい、だいたい6月ぐらいに皆巣立っています。で、もう親も皆どっか行ってしまったのか。今いないんですか。今、昼ご飯かな。どうなんかな。そうか、いないかな。今食堂行ってるんでしょう。あ、いるよ。ほらほらほら、木にいる。白いのでしょ。白いの。ほらほら、いたね、いるでしょ。だね、一匹おりましたね。ねえ、生まれた、飛んでた。でもね、あんなに間近で見られるとは思わなかったですね。水辺の自然も含め、街路樹など広島は緑の多い町でもあるんです。さて、ここからは太田川を南下していきます。ここででも随分川幅が広くなりましたね。そうですね。わー、風が気持ちいい。なんかもう水面がキラキラしてて、ね、最高ですね。ジュエンさん、いいですね。この前に見える雁木がクスノキの大雁木いましてね、はい、ここにあるのは昔から江戸時代からあるんですよ。え、ずいぶん幅がありますね。まだね、半分以上に来ないんですよ。まだ昔はずっと向こうまであったんですよ。あ、もっと大きかったの。はい、当時はもうあの奥からどんどん材木をいかだ組んできて、ここまで来て、ここから行くわけしようと。それだけでも雁木が生活に根付いてるんですね。そうですね。あの潮が引いても上がっても使えるんですよ。だから階段状になってるんだ。はい、考えたもんだ ね、 ね、 ね。次元さんの雁木講座、いや勉強になりますね。なんか川の上に立ってる人たちがいるんですけど。本当だ。ねえ、え、なんだろう。こんにちは。何やってるんですか、これ。スタンダップパドルボードって言ってみます。難しそうですね。難しいですね。本当そんな難しくないです、これは。出会ったのはスタンドアップパドルボード、通称サップ真っ最中の西川さん。サップはボードに立ってパドルで漕ぐ、今人気急上昇中のウォータースポーツなんです。せっかくだから、なべちゃんにちょっとこれ挑戦してみません？これすぐできるもんですか？できますよ。やっていいですか？やりましょうよ。せっかくだし、天気もいいしね。じゃあちょっとやってみますかね。できるかな。
あちこち日本増刊号、ガンギタクシーで巡る広島。旅の途中で出会ったスタンドアップパドルボード、通称サップという水上スポーツに挑戦することになったなべちゃん。まずはボードに座った状態でパドルで漕ぐコツを掴んでいきます。おお、進んでる進んでる。快適、思ったよりも。ああ、出だし好調ですね。気持ちよさそうだな。でもね、立ってからが大事ですから。さあ、渡辺和弘42歳、実は金槌、渾身のスタンドアップ、どうだ。あれ、さっきの余裕っぷりはどこへ。なべちゃん、なべちゃん、はい、へっぴり腰になってますけど大丈夫です。いやそれがいいんだって。ここの間ず抜けていくので。休んでるじゃないですか。きついんだって。きついの。腰痛いもん。頑張れ。弱腰の鍋ちゃんに朗報です。サップはインナーマッスルに効くので、シェイプアップにも効果的なんですよ。なんとか川を下ること15分。そこに待っていたのは、わー、すごい。わ、川の上から原爆ドーム見える。そう、原爆ドームです。広島は過去に悲しい経験を持つ町。平和を願い、広島にはたくさんの人々が訪れます。昔はこの川で子どもたちが遊んだりとか、水上交通が盛んで、原爆が落とされたことを境に全く途絶えてしまったんですね。で、それをもう一度蘇らせて、世界中で一番平和が感じられる町になっていけばいいなっていうふうに思ってるんですよね。で、特にこうやって川の上でスタンドアップを漕ぐことによって、そういうことを見て感じる人が世界中にどん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 増えていってもらえればいいかなと思ってます。広島の川でサップを楽しむことには平和への願いが込められていました。原爆ドームを後にして、ガンギタクシーは本川の方へ進んでいきます。あ、なべちゃん、はい、右側に見える白い建物、あれ中国新聞の本社で、中に我々ふれあいチャンネルの本社があるんですよ。あ、で、佐伯さんもここでお仕事してるんですか。そうなんですよ。へー、川のすぐ横なんだね。実はこの本社のすぐ近くに私たちがよく行くお好み焼き屋さんがあるんですよ。いいですね。広島といったらお好み焼きですよね。でしょ、だから今日はお好み焼きもしっかり堪能してもらおうと思います。お、じゃあ行きましょう。行きましょう。はい、ちょうどお腹が減っていた鍋ちゃん、サップでたくさん運動しましたもんね。ふれあいチャンネル本社のすぐ裏にあるお好み焼き信本、庶民的なお値段が魅力の町のお好み焼き屋さんです。お邪魔します。わー、ここで焼いてもらえるんですね。そう、鉄板目の前なんですよ。いいです。おすすめは何ですか。そうですね、うどんとそばしかないんですけど。うどんとそば。うん、うどんとそば。広島のお好み焼きってそばじゃないんだ。うどんもあるんだ。あります。あれ、じゃあうどん食べてみようかな。あ、そうですね、はい、じゃあうどんを焼いてみます。はい、うどんとそばですね。はい、お願いします。広島ではそばだけじゃなく、うどんもお好み焼きに入れるんですね。薄く焼いた生地にたっぷりのキャベツ、もやし、豚肉、さらに卵を乗せてソースをかけて出来上がり。この昔ながらのシンプルな広島のお好み焼き、あ、美味しそう。はい、あ、ありがとうございます。おお、出来上がりました。あれはお箸とかない。お箸。え、このまま食べますよ。え、なんでこれで。うん、どうやって。え、ペロでそのまま。これで食べるんですか。
広島の人はヘラで食べるんですよ、うん、やってみせてちょっと鉄板からそのままヘラでいただくのも広島スタイルなんですって。お、さすが佐伯さん、ヘラ使いが上手だ。熱々だから鍋ちゃん気をつけてね。本当に熱々だからね。いただきます。おお、おいしい。あれ、うどんおいしいね。あ、うどんよかったです。うん、でもボリュームあるけどヘルシーで、うん、野菜たっぷりだもんね。そうそうそう、栄養満点です。とにかく安いし早いしおいしいし、もうビジネスマンには特に嬉しいお店。強い味方だよね、うん、そうだね。しかもノブちゃんね、そう、綺麗だし優しいし。わかります。わかっちゃった。鉄板を囲みながら気さくにおしゃべりするのも楽しみの一つ。ごちそうさまでした。さあ、お腹もいっぱい。鍋ちゃん、旅楽しんでますか？やっぱり普通に広島の街の中を歩くのと違って景色がすごく新鮮ですよね。うん、楽しいね。で、今日はまあ安全にこの雁木タクシーを使って楽しく旅ができたので、船の神様を祀られてる、まあ、大事にされている地元でもあの神社がありまして、住吉神社っていうんですけど、住吉神社、はいはい、その神社にちょっとお礼参りにでも行かないかなと思って。そうですね、こんな川の横にあるんだ。そうなんですよ、あそこが住吉神社です。本川沿いに立つ住吉神社、建てられたのは江戸時代の中頃。当時は神社のすぐ先は海でした。その証拠に灯台の役割もしていた灯籠が今も本川を見守っています。すごく立派な神社が見えてまいりましたが、ね、あ、あれ？あちらにいらっしゃるのは。こんにちは。いらっしゃいませ。どうも。こちらの神社の方ですか？さようでございます。一応神主でございます。神主さん。こんな美人な。恐れ入ります。あ、どういたしまして。本当、あらら、ずいぶんご丁寧なお出迎えでありがとうございます。神主の森脇よしかさん、丁寧な言葉遣いの神主として地元ではちょっとした有名人なんだそうでございまする。何やら聞こえてきましたよ。すごい素敵な雅楽が音から気づきも何も、なんか人が出てきたんですけど。すごい。実は今は雅楽のお練習中でございまして。練習。今回なんとお練習中の雅楽を特別に見せていただけることに。ありがたや。心の赤がスーッと綺麗になっていったような。こちらが、はい、あの全国初の巫女さんだけの雅楽ユニット、なでしこ雅楽隊の皆様でございます。なでしこ雅楽隊、はい、全国初なんですか？さようでございます。巫女さんだけとなってまいりますと、ね、初めてでございます。あら、知りませんでした。素晴らしいでしょ。より多くの皆様に雅楽を知っていただきたいということで、はい、華やかに活動させていただいております。華やかに、うん、え、どんなところ。ちなみに皆さん現役の大学生なんだそうです。はい、であの入り口のところに、はい、縁結びって書いてあったの見ませんでした？あ、書いてありました大きく、うん、ちょっと気になりませんでした？海の神様で縁結び。あら、渡辺様、はい、まだ縁結びをお望みでございますか？どういうことで、まだってダメですか？あら、これから？大きなお世話ですよ。さようでございますよ。それでございましたら、はい、渡辺様にぴったりのおみくじがございますので。ぴったりのおみくじですか？
さようでございます。さようでございますって。あら、船旅のお礼前に来られたんじゃないんでございますですか。こちらでございます。これが。あら。書いてあります。恋みくじ。そのものをズバリ、有吉さんの恋みくじでございます。ありがとうございます。これはちょっとどんな結果が出るのやら。では、心を無にして。いいご縁がありますよ、よいしょ、これだ、来ましたよ。あ、あれ中吉ちょっと待って、愛情運、バラ色の恋の夢も覚めれば、トゲの刺すような寂しさと儚さに苦しむでしょう結婚まだ早い、2年は待て、もう待てません、もう44になっちゃうよ笑いすぎだってば、ちょっとちょっと笑いすぎ。なべちゃん、このおみくじよく当たるそうですよさて、本川を抜けていよいよ広島湾へ。そろそろ日も傾いてまいりました。海へ出ると景色はガラリと変わり、紅葉地帯が広がります。さらに進むと宮島です。どれですか。あそこにある大きい分ですね。あ、意外と大きいですね、はい、大きいですよ宮島、ね、はい、なんか観音さんが寝とるスタイルになったんですが、あ、お家にこう寝てる、はい、そうです、こう寝てるんですね。そうなんだ、ちょっとそういう風に見えんねそうなんだ、ちょっとこう見えるんだけど、あ、ほんと、いや、ほんと楽しかったですよ。本当です、ね、いや、喜んでもらえてよかったです。いや、さすがにやっぱり地元のことを知り尽くしているふれあいチャンネルさんだからこそのおすすめの旅でしたね。でしょ、大満喫でした。本当ですね、うん、でもまだまだ広島紹介したい魅力がたっぷりあるので、また次回来た時声かけてくださいね。僕も佐伯さんのことまだまだ知りたいな。あ、なんかすごい夕日綺麗じゃないです。佐伯さん、遅れてきたところで、全国の皆さんぜひ広島に遊びに来てくださいね。じゃあ、ナベちゃん、全国の皆さん、はい、じゃあまたお会いしましょう。お会いしましょう。ふれあいチャンネルの案内で巡った広島雁木タクシーの旅、地元の人とのふれあいたっぷり、笑顔いっぱい、心温まる旅でした。ぜひ皆さんもそんな触れ合いあふれる広島に出かけてみてはいかがでしょうか。